こんにちは、レザークラフトフールです。今回の動画はこちらのオーダー製品の紹介になります。今回のオーダー製品はクロコダイルレザーを使用した三つ折り財布になります。今回のウォレットはですね、革選びの段階から、お客様とですね一緒に選ばせていただいて、製作まで、こぎつけました。ご注文ありがとうございます。どうです、こちらもう高級感がもう半端ないですよね。これもうツヤがすごくてもう惚れ惚れしますよね。今回使用した革はですね、シャムクロコダイルです。シャムクロコダイルを使用したウォレットになるんですけれども、バックカット、いわゆる背中を切ってですねお腹を残したタイプですね。腹ワニと呼ばれたりもするんですけれども、さらにですねその腹ワニを、グレージング加工、磨きをかけてですね艶出し加工をした、ワニ革を使用しています。もうねものすごく綺麗ですよね。場所取りとしてはですね、センター取りをして、腹の部分を1匹丸々使っています。多分ですね切り出しの画像をちょっと載せてると思うんですけれども、ものすごく贅沢な仕様になっています。こういった感じでこうぐるーっとですね綺麗にセンターを取っています。ワニ側の一番いいところを使っています。もう1匹丸々ね贅沢に使用しています。中の作りはですねこういった感じで三つ折り財布になっています。こういった感じですね。今回はですね、定番で製作しているウォレットより、カードケースを少し少なめにしています。3段6枚入りカードケースを、つけるんですけれども、今回はですね、2段4枚入りカードケースを、1箇所2箇所、前と後ろにですねつけるようにしています。仕切りがですね2箇所できているんですけれども、一番奥のですねマチは蛇腹タイプにしてですね少しこう広く広がるように作っています。まあ、かなりね収納力がありますね。使い方によってはですね携帯なんかも入れることができますね。はい、コインケースはこんな感じでマチがついていますので、開口がかなり広く、使いやすい仕様になっています。ちなみにですね、このファスナーストラップも、クロコダイルレザーを使用して仕上げています。まあ、こういったですね細かいところの仕上げが、全体の良さをですね引き上げていくような気がします。まあちょっとしたこだわりですね。まあ、見ていただいた通りですねもうクロコダイルレザーは、まあ、革の最高峰になると思いますので、ぜひですね長く愛用いただければなと思います。まあ、本当にねかっこいいですね。はい、ということで今回の動画は以上となります。それではまた。 See you!